おはようございます。無表情でクラウです。この無表情でクラウも配信してないんですけど、3回分くらい溜まってて、でも今日はちょっとすぐにでも配信する価値があるかなと思ってます。これは、友達からお裾分けでもらったんですけど、保健衛生上、ちゃんとクリアした、豚のレバー刺しです。まあ、強いて言えば、お店から、今日、まあ、お店すごく忙しかったんですけど、お店から家に帰る途中の車が、まあ、外気に触れたんで、あんまりよろしくないと言いたいところなんですけど、でももう、冷夏近いんですよ、外は。で、僕、未だにちょっと寒いんですよね。エアコンつけて、あと電気ストーブ、いつも通りやってるんですけど、まだ全然、もう手の指先とか冷えたままです。で、はい、豚のレバー刺しです。はい。うん。で、今、ごま油かけて、で、僕はもうこの塩をたっぷりかけてですね、甘塩を、このレバー刺しに、メローンとかけます。メロン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 。これもうかけすぎるぐらいがいいですよね。あ、それから飲み物は、麦マロを超えた、秋川市場で買った麦エンペラー。まあ、このサイズで473円って言うんで、かなり高価なことがわかるでしょう。量り売りのお店なんで、本来は安いんですよ。安いんですけど、その中でもこれだけの値段っていうことは、まあ、麦エンペラー、皇帝の名に恥じない、すごい美味しいやつなんですね。僕はいつも麦マロっていう、それでも結構、いいやつ、いい焼酎なんですけど、まあ、それよりさらにいい、この麦エンペラー。この、ちょっとだけ買ってみたんですよ、試しに。だからちょっと、それを、いつもの、ジョッキで氷たっぷり入れたんで、こう入れて。おい。これか。麦マロも美味しくて、麦マロはなんかスコッチみたいな味わいがあるんですけど、これは何なんだろう。それをさらに超えた、なんか例えばバレンタインだったら17年とかそんな感じなんじゃないですかね。あ、これはさておき、ちょっとレバー刺しいきましょう。豚のレバー刺し、豚のレバー刺しっていうのは牛のレバー刺しと違ってコリコリしてるんですよね。ライオンっていうのはシマウマを捕らえると最初にこのレバーから食べるそうです。肝臓か。うめえ。クリスマスイブにふさわしいです。目がね、もう疲れてますね。今日はまあうちの店もう10年やってるんですけど、10年で一番最高記録を更新しました、売り上げの。うちの店って席10席しかないんですよ。で、もう1日せいで2万か3万稼いだら万々歳で、たまーにすごい忙しい時で1ヶ月の家賃が6万8000円なんですけど、その6万8000円を1日で超える時はたまにあるんですよ。それが僕が勝手に家賃超えって呼んで、まあ、ものすごい稼げること日なんですよ。で、ただ今日は毎年やってるクリスマス用の、ハム&チーズの盛り合わせがありまして、それが、まあ、みんな今日やるんですね、クリスマスパーティーを。23日ですけど、まあ明日、明後日も注文入ってるんですけど、今日が一番多くて。で、15皿入りまして、それで、あとおまけに、いや、15皿とか、1日15皿とか、ザラにあるんですけど、昔なんか1日30皿とか作った時あったんですけど、そういう時はもうお客さんは受け入れないことにしてたんですよ。でも今日は昼間に15皿作って夕方に取りに来て、しかも夜に店を貸し切りの宴会があったんですよね、忘年会が。だからそのハムの盛り合わせと宴会のと、あとちらほらとなんかちょっとしたハムだけ、プロシュートだけの持ち帰りとかがあったんで、あとその宴会が2時間飲み放題なんですけど、その前の1時間前ぐらいから何人かのメンバーが来て別料金で飲んでくれたんで、もうすごいなんですかね、未曾有の売り上げになって、初めて12万円1日で稼ぎました。すごいですよね。我ながらすごいんですけど、でもなんか高級ソープ場とかっていうのはもう1日で、ね、5、60万稼ぐんでしょうね。それに比べたら大したことないんですけど、なんていうかな。で、僕は大体そういうまあ、こう疲れてる時って僕エロいことばっか考えてるんですけど、だそういうことを考えつつ、でもその高級ソープ場とかっていうのはやっぱなんですかね、綺麗ですからね。だからそれだけの額のお金をもらう価値があるわけですよね。だから特に僕は女の人は本当偉大だなと思うんですよ、うん。で、今日はこのレバーで更新しましたけど、明日はクリスマスケーキで更新します。ちょっと楽しみにしててください。ちょっと面白いんで。うん。うめ。
だんだん指とかも温まってきました。いや、忙しい時ってお皿とかグラスを洗う量も半端ないんですよね。だから手もちょっと荒れてきちゃって、なんか後でこういう、例えばここほらなんか赤いでしょ、こういうところにやっぱりこれ、あの液体絆創膏です。ちなみにここも寒くて切れて液体絆創膏塗ってんですよ。で、仕事中その生ハムの&チーズの盛り合わせを取りに来るんですよ。で、僕がマスク外してると、まあお客さん僕の顔見ますよね。だからここに液体絆創膏がついてるんで鼻くそみたいに見えて、だからといって僕は別に普通にこうしてるんで、あ、これが鼻くそじゃないですよ、液体絆創膏ですよとか断らないんですよ。となるとそのお客さんは、あー、なんかあそこのマスター鼻くそをくっつけて仕事してんだなと思われると非常に恥ずかしいっていうか侵害革命って感じですね。だから SNS にわざとにこうやって写真撮って、ほらほらね、これ鼻くそじゃないんですよ、あの液体絆創膏塗ったんですよ、あのここ荒れちゃったんで、だからあのこういう写真を SNS に載せて、鼻くそじゃないですよ、これは液体絆創膏ですよ。で、液体絆創膏っていうのはちょっとやっぱちょっとシンナー臭があるんですよ。で、シンナー臭でちょっとあのラリって、あの着付け役とかあるじゃん、着付けとしてよしって書いてあの更新したんですよね。転んでもただでは起きない僕でした。ほら、でも目が優しい目になってますよね。もう疲れの極地に達してるんですよ。だから目が優しいんです。まあうまいんですけど、それとは別にまた焼き鳥のお土産などももらってまして、まあちょっと温めたんでこっちも食べましょう。ネギマです。まあネギのこの香ばしさと、あの噛んだ時中が飛び出るんじゃないですか、そのぬるっとした感じがすごく美味しいです。忙しいですけど、かろうじてこういう飲む時間があるのは本当幸せなことですよね。一日の疲れが吹っ飛んじゃいます。昨日は動画撮んなかったんですけど、まあ、昨日も、まあ、あ、撮ったのかな昨日。わかんない。覚えてない。さりげなく、あの、昨夜も飲んだんですけど、昨日の宴会の、は、ちょっと年配のおばちゃんたちと、若いなんか、まあ、全然似てないんですけど、ちょっとイメージ的に、あの、及川光博みたいな方が来たんですよ。で、忙しかったんですけど、まあ、そっちの宴会の話が聞くともなしに聞こえたんですよね。それはどうやらその及川光博みたいな方は、幼児虐待の本を出して、そしてその講演が昨日あったみたいで、でそのなんだろう、主催者のおばちゃん方と慰労会みたいな打ち上げみたいのをうちの店でしてくれたんですよ。でと思って、でまあそのタイトルとか結構、ああそのタイトル俺聞いたことあるなっていうようなそのタイトルだったんですよね。結構派手な、派手じゃない、なんとか、目を引く本のタイトルだったんですよ。だから僕も知ったんですね。で、あ、まあ、簡単に言うと、虐待サバイバーっていうタイトルだそうで、それは出版社の方が、まあ、やっぱ、せっかく本を書いたなら、売れた方がいいっていうことで、ちょっと目を引く、割と戦場的なタイトルにしたみたいなんですよね。で、まあ、でもその、及川光博みたいな方は、割と、なんか、クールな感じの方だったんですよね。で、だから僕なんかが虐待の話とか聞くと、けしからんって思って、けしからんじゃないよ、なんかもう感情的になって、もう腹が立ってしょうがなくなって、腹が立ってけど自分じゃどうにもなんないから、その虐待の話を聞くとですよ、子供が虐待でちょっと死んじゃったとか言うと、もう腹が立ってしょうがなくて、もう感情的になるけど、どっかの町のどっかの出来事なんで腹を立つけど何もできないっていうようなことで、まあ自分が感情的になっちゃうんですけど、その及川光博みたいな方は淡々とした方で、だからハードな題材だからこそ、そういうクールな視点が必要なんだなぁと思いました。だから僕もちょっとその本ちょっと買ってみて読んでみようかなってちょっと思ってます。基本あんまり虐待の本とか読むの嫌いなんですよね。海外にそういう話のなんか本いっぱいあって、でもみんななんでそういうの読むのかなとか僕は思うんですよね。なんか結構そういうの読むと絶望的な気分になっちゃうじゃないですか。ニュースとか聞いても絶望的な気分になっちゃいますからね。
まあ、うん、もう15分も経っちゃったんですけど、じゃあ最後にちょっと、話します。で、今日の宴会だったんですけど、まあ宴会っていうのはコースで出して2時間飲み放題なんですよ。で、注文するときに、で、コース料理のときは、なるべく極力飲み放題にして、2時間飲み放題にして、もう飲む分のお金は、もう原価に近い額で、料理の方で稼ごうっていう、本当は飲む方で稼ぐのが飲み屋の定石なんですけど、飲む方は原価で。で、料理の方で稼がせていただこうっていう、だから原価率は低いんですけど、まあ宴会注文してくれたらありがたいということでやってるんですけど、まあだからこそこの、コースの料金は買いたくないんですけど、電話でまあ今日予約してきた方がまあこの額でやってくれって言って、まあいつもの額より料理とか少なくしてもいいからこの額でやってくれって言われて、まあ低い料金を提示したんですよ。でも2時間飲み放題っていうのはその低い料金でも変わらないんですよね。だからなんか嫌だなと思って。で、なんとなく、1ヶ月ぐらい前に来た人が、飲み放題ですっげー飲んで、なんかそれも、なんか嫌だなって、その人で男の方だったんですよ。うちのお客さんで大体女性ばっかなんですけど、男の方で、今回予約した方も男の方だったんで、同じ人だったら、うわ、嫌だなと思ったんですよ。で、もう11人予約が入ったんで、ちょっと期待してたんで、まあ稼げるなと、売り上げは上がるなと思って応じたんですよね。で、案の定その人だったんですよ。名前が違ったんですけどね。で、前は違う人が予約して、今回はその人が予約したんですね。で、まあ、始まりました。で、ここはボトルで頼めるんだと思って言って、ボトルでどんどん頼んでいくわけですよ。スパークリングワインとか。で、まあ僕は出すんですよ。だって、ボトルで出しても、最終的に、その2時間の時に、ラストオーダーかなんか聞く時に、空で、それでラストオーダー一人、注文聞いて出して一杯を飲めば、まあ途中でボトル出しても飲み干してくれれば、もうそれはこっちが決めたルールですから、全然それに抗うつもりは全くないんですけど、まあ、途中でガンガンなんか、頼むんですよ。なんていうかな。もう、グラスに残ってるのに頼んだりするんですよね。うわ、なんか嫌だな、ほんと嫌だなと思って。ただ、11人の予約で、お酒飲めない人もいて。でも、それも同料金もらうんで、まあ、トントンかなと思いつつ、まあ、時間は過ぎてるんですよ。で、2時間経った時に、その2時間の20分ぐらい前に、マグナムボトルっていうのを頼んでたんで、ワインの。マグナムボトルっていうのは普通のワインの倍の大きさなんですけど。で、それは残ってたんですよ。それでみんなのグラスにも残ってたんですよ。でも、幹事が、その電話してきた幹事が、ボトルをもう一本出してくれって言ったんですよ。なんでだよって思って。なんでそういう理屈が成り立つんだよと思って。だって、ボトル残ってて、飲み放題2時間で、それでみんなのグラスにも入ってて、なんでそこでボトルを頼めるのか僕には理解できないんですね。いや、ダメです。2時間経っちゃったんでって言ったら。でも2時間まだ経ったばっかでしょって言って、2時間9分のを、まあ、示すわけですよ。7時から始まったんで、9時9分だったんですね。いや、でも、いや、空だったらまだ考えますけど、ボトルに残っててなんでボトル頼むんですかって言って断ったんですけどね。で、なんか、その話を聞いてたら、なんか、その中でビールを飲んでる人が、ビールを一杯頼んできたんですよ。いや、もう時間過ぎましたからって断ったんですね。で、その後、なんかちょっと、こう、僕は拒否したんで、だけど、そんな世の中はそんな自分に都合のいいっていうか、理屈にかなわない、じゃあ、別に事前事業でやってるわけじゃないですからね。腹立ってきて。で、それがなんかサッカーのコーチの集団だったんですよ。だからもうなんかサッカーのコーチの集団ってのは、どうも、ちょっとつ盲信だなっていうのがあるんですよね。あれ、まあね、野球のコーチとかでも、もうすごい人がいたんですけどね。丸々グラスが入ってるんですよ、ビールの。で、ビールもう一本って頼むんですよ、飲み放題の時。で、あれ、だってあるじゃないですかって言ったら、いや、飲むからクククって空にして、はいって言うわけですよ。ね、そういう人もいたんで、まあ、いろんな人がいるんですけど、だから、サッカーコーチ、野球コーチ限らず、その人なんですよ。個人個人の問題なんですけど、うちのお客さん、大体女性ばっかなんで、あまりそういう人があまりないんで、ね、で、女性なんかは、まあ、料金高が知れてるんで、2時間過ぎても、もう一杯とかなんか言うと、いいよって言うんですけど、だから僕はなんか何しても女性には甘いんで、女性は尊敬してるんで結構、自分にはないものを持ってるじゃないですか。だから結構甘いんですけど、男には厳しいんですよ。で、全然話変わるんですけど、まあ、幼女とか少女にも優しいんですけど、男の子には厳しいんですよね。獅子は子供、子を先人の谷から突き落とすみたいで、だから男の子はもう自分で這い上がれって本当思うんですよね。そんな感じです。つくねもう一個食います。もう21分過ぎちゃったんで、これは倍速にしても10分ぐらいなんで、ちょっとやばいんでそろそろ終わります。でもまだ、レバ刺しも残ってますし、焼き鳥も残ってますし、僕はこれからあと1時間半ぐらいは飲みますから、皆さんも飲んで、どうぞ飲ん、あ、こいつは飲んでんだなと思ってください。で、なお、僕のこの向こうのベッドの上には、美女が2人います。で、僕を待ってるんですけど、僕はそんな美女2人を待って、お、待っとけよって言って待たせて、僕はこの後焼き鳥とか、レバ刺しをちゃんと食べ終えてから、しとねに入ります。じゃあおやすみなさい。明日はクリスマスケーキ楽しみにしてくださいよ。でクリスマスケーキに絡んで僕の女性感が語られるというクリスマスにふさわしいじゃないクリスマスイブにふさわしい、内容が語られると思います。では以上さよならおやすみなさい。もう酔っ払ってます。リーズナブルな男です。はい。